イラストレーターの竹本あかるです。主に日本、関東で活動しています。もともと絵を描くのが好きな子供時代を過ごしました。たまたまそういう性質を持った子供でした。絵に柔らかさが必要だと感じているのは、特に私は平面に線をメインにして描くことが多いので、その状態であまりかっちりきっちり決めすぎると、言い切りが強すぎるとやっぱりすごく硬くなってしまう、情報量が少なくなってしまうということがあります。なるべく余白を持たせて想像の余地を残しておくこと、あまり言い切りすぎないこと。私が絵で表現できる物事より、おそらく見る側の記憶だったり、それに伴う感情だったりの方がずっと豊かだと思うので、なるべくそれに頼りたい気持ちがあります。線が例えば揺れていたりだとか、あと絵の中で風が吹いていたりだったり、何かしらの空間の流れを感じられること、絵の中で何かが動いていて、その絵がその四角の構図の中でとどまらずに、その外側に何か続いているような気がすること、例えば紙を滑る感じだったり、筆の重さだったり、何かそういうもののリズム感だったり呼吸感だったりで、筆の置き方だったりタッチのつけ方が全然変わってくると思うんですね。自分が考えたこともないような、例えば物語に必要な絵、必要なモチーフが出てくると、それに一生懸命答えようとすると、自分の中に全然ないものをやっぱり引っ張り出してこないといけない。そうすると自分でもあまり意識してないうちに緩やかに作風は変化していっているなという感じはします。よくもう完成図が見えているって思われることが多いんですけど、完成が決まっていて、そこに到達していく、何かを組み立てるように描いていくって思われることが多いんですけど、お仕事の絵はもちろんそういうふうに進めるんですけど、自分のための絵だと自分でもどうやってそれを描いて、何を目指してどう描いているのかわからないことがすごく多くて、今まで全くなかったものが、自分がこう線を引いたら線を引いた分の仕事がそこに生まれるっていう、書かなければなかったものが書いたらそこにあるっていう、子供時代に影響を受けていたのは佐竹美穂さんっていう、まだ現役で活躍されているに、児童書の挿絵とか多く手掛けられているイラストレーターの方なんですけど、特にファンタジーの絵が素晴らしくて、彼女の絵のためにたくさん本を読みました。人生で一番衝撃を受けたのは、鈴木キーツっていう江戸末期に活躍した画家、日本絵画の画家です。すごく実験的で技巧的でシステマチックで、すごくなんか清潔で
平面なんですけど、すごく硬さだったり柔らかさだったり、そういうものをすごく合わせ持った本当に素晴らしい絵を多く残していて、もっと技術的な話で言えば、ジャンジロメビウス B 砂漠の40日間っていう画集をメビウスっていう方が書いてる画集を出してるんですけど、とにかく素晴らしい画家で技術的な影響を受けている自覚はあります。あの線の陰影のつけ方だったり、ガラスの歪み方だったり、特にメビウスも鈴木キッズももう、まあ、鈴木キッズなんて随分昔に亡くなっていて、新しい絵はなかなか見つかりましたっていう言葉以外ではもう生み出されることはないので、自分に限った話で言えばもう全て自分の采配で、私があと一生涯に2枚描くか500枚描くかもっと描くかは本当に自分のやる気次第なので、可能な限りたくさん自分の絵が見たいなとは思っています。この地域だったりこの町だったりが自分にどんな影響を与えているのか、ここに暮らしているとそれが自分のベースになるので、ここにどんな植物が生えているのかも正直あまりピンときてないんですけど、きっと何かしらの自分の表現の一部にはなっていると思います。先日初めてマレーシアに旅行したんですけど、まあ、文化の違いだったり言葉の違いだったりそういうものももちろんすごく面白かったんですけど、何よりもあの植物植生の違いにすごく衝撃を受けて、秋に行ったんですけど、日本の木がみんな割と黄色く茶色っぽくなって、小さいあの枝の細い木がこういい感じに赤くなっていく時に行ったら、もう街中にとにかくすごい太さのすごい背の高い木がボコボコ生えていて、その間をこうなんていうんですかね、こう埋め尽くすというか覆い尽くすように見たことのない形のつるなのか何なのか、とにかくすごく濃い緑色の葉っぱがわさわさ生い茂っていて、その間に何だろう、すごい螺旋状のすごいトゲのあるものすごいピンクの花とかがバサバサ咲いていて、なんというか植物が違うってこれだけ風景に影響を与えるんだなというか、見えるものが全然違うんだなと思って、それがすごく面白くて、自分の感覚に限った話で言えば、この中でずっと生活していたら自分の中の普通というか見ているもののベースが全然変わるじゃないですか。だから何がどう変わっていたかわからないんですけど、もっと力強い線だったり色彩だったりを選ぶことになっていたんじゃないかなってなんとなく思って、だからそうですね、いつかあったかい地域のたくさん大きい植物が生えているところに滞在して作風がどう変わっていくのか見たいなっていう気持ちがあります。上手に説明できるかわからないんですけど、特にコロナ禍を経てすごくいろんな環境だったり 文化というか考え方だったり仕事の仕方だったりがすごく変わってきていて、で
イラストの仕事を始めた時はとにかく草画とか出版系のお仕事をしたかったんですけど、そんな仕事あるんだみたいな仕事を結構たくさんいただいていて、特にこの生活がどんどん変わっていっている、考え方だったり環境だったりがどんどん変わっていってる中で、次にどんな面白い仕事が来るか全然わからないなって思っているところがあって、だから何か行き先不透明な時代でこれから何が起こるかわからないんですけど、チャンスがあれば何でもやってみたいなと思っています。そうですね、いろいろ何でもやりたいです。ありがとうございました。